はい、こんにちは、僕です。メタルマックス2やっていきましょう。前回に引き続きね、今回もここなんだっけ、行き止まり道ね、 B2 階からやっていきたいと思います。結構奥が続いているようなんですよね。行き止まり道っていう名前なんですけど、さらに下に続く、坂道がねあるんですよね。敵よけスプレーは使っていこうかな。あまり経験値が期待できない。階段があるぞ。あ、ここは上から来た階段か。ここの壁は壊せんのか。また壁があるぞ。鉄球系の武器は全体的につけた方が良かったかな。どうせ帰ったんなら。わかんない。待って、鉄球系の武器ってどっかに売ってんのかな。このゴールデンボールが初めてな気がするんだけど、鉄球系の武器。今までそんな感じのね、武器は見たことないぞ。あったのかな？あ、来ました、開通。この辺なんか金属探知機とか使っていった方がいいんですかね？どうなんでしょうか？わかんないな、この辺な。あ、またさらに下に、あるんだ。埋蔵物があるんですね。鉄くずはいらないか。鉄くずはちょっといらないかな。まあ、夜勤していった方がいいかな。どうなんだろう。夜勤にね、鉄くずが使える。あそこにもなんかある。夜勤に鉄くずが使えるということにね、気づいてしまったんですよ。ハズレメタルか。鉄くずじゃなくて、初めからメタルという形で出てきてほしい。敵よけスプレーなんかもっと長続きしないかな。今どこでピカーンになったんだ。V48 ハルク。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って。あれ、どこに置いてきた？あれ、牽引していたエレファントがいなくなってる。どこで置いてきた？ここになんかある。鉄くずか。飲み込まないよ。いたよ、ここに。びっくりさせんなよ、マジでよ。エレファントなくしてしまうところでした。うわ、すげえことになってる。デカナマリタケ、鳥の糞。なんか一瞬でへばりつくような、これな。ほんと迷惑だわ。ナマリタケと鳥の糞。なんか特にここはつきやすい気がするな。じゃあさらに下の階にね、行ってみましょう。ここは壊せる？ここにね、ひび割れがある。なんかそこら中ね、壁があるんですね。しっかり周り見ながら進んでいかないとこれ見落としますね。ん？チップが落ちるの？壁から？なんかチップもね、やたら種類増えましたね。たくさんチップ落ちてましたよ。AT パトリオット。こっち側から行ってもしょうがないんじゃん。あー、下にまた壁が続いてた。ここにね、壁がありました。壁だらけだな。壁どんどん壊していかないといけないのか。ちょっとこれすげえ効率悪いな。こっち側からね、AT パトリオット。AT パトリオット正直いらないけどな。さらに下に続いてるぞ。今何階まで来てんの？ B4 階だよ。結構下まで続いてるんですね、この洞窟。行き止まり道なのに。いや、広いなぁ。こっちから来たのか。やばい、地図が欲しい。これはちょっとね、地図が欲しいぞ、この複雑さは。そんなに複雑ではないんだと思うんだけど。ちょっと、ペペチのメモリーがもう限界ですね。ニューロパック。ニューロパックってなんだ？ニューロパック、C ユニットか、敵の砲弾を迎撃することで、車体が受けるダメージを減少させる。まあ、迎撃能力を持つ C ユニット。あ、そんなのもあるんだ。まあ、ちょっとそれはありがたいんじゃないんですか？迎撃系のね、なんか装備、車載道具欲しいんですよね。なんかね、特にそういうの意識してないんですけど、なんか勝手にね、敵の攻撃、迎撃してるんだよな。そんなところかな。じゃあね、さらに下の階に続く坂道があったので降りていきますか。んじゃあ B5 階までやってきましたよ。B5 階、ここ何階まで続いてんだろうな。どこだ、どこでピコンになってんのか全然わかんねえけど。あ、ここか。サンダーキャノンなんだろう、手法かな。雷系の手法なんじゃないんですか。いや、そんなことねえな。通常、属性通常だな。サンダーキャノン。645、なかなか強いのでは。お、え？ちょっと待って、あそこになんか見えるぞ。あれ何？車があるの？ここ。あれどうやって撮るんですかね？
あそこに戦車が見えるんだけど、待って、ここ戦車があんのかよ。どうやって撮るんだ、あれ。水の中にあるよ、だって。水の中、どこかからこの水が抜けるんですかね。いや、ちょっと想定外だな、それは。どうしよう。今、エレファント連れてきちゃってるからな。牽引できないんですけど。どうしたら良いのでしょうか。ここに壁がある。ひび割れがある。砲撃しますか？これ砲撃して大丈夫？上から水流れてくるんじゃないのかな？いや、崩してみよう。多分ね、ここの壁を崩せば水が出ていくんじゃないかな。壁壊しましたよ。どうなる？水が抜けましたね。よく無事だったな。やべえ、新しい車、来てしまったな。どうしよう、これどうやって持って帰る？いや、どうやって、マンメイトっていう車ね。こういう形。なんか随分コンパクトな車ですね。マンメイト。ナンバー6。マンメイト。まあ、名前はそのままでいいかな。さあ、どうしたものか。まあ、連れて帰るしかないよな。連れて帰ってもう一度ここに来る必要があるよな。そうしたらね、一旦エレファントは置いていくか。ここまでまた来ないといけないのか。ちょっとドックシステムだけはね、持っておかないといけないので、まあ、あるウルフかなんかに乗っけとこう。ほんで、エレファントをマンムートに変えて、これで OK。マンムート、今度は何系の戦車ですか？これ戦車ですよね。一旦帰ろう。とりあえずね、とりあえず、戦車を押していきたいよな、戦車。なんかいろんなものがこびりついてるんでね、あの洞窟入ったら。で、ちょっとマンムートは一旦ここに置いて、エレファントの回収最優先だよな。あ、結構デカめの戦車なんですね。思ったよりデカかった。よし、帰ってきたぞ。無事エレファントをね、回収することができました。よかった。多分ね、これ大丈夫。すげえことになってんじゃないの。そうでもない。よかった。こんなもんで済みました。鉛竹鳥の糞。誰か買い取ってくんないかな、これな。鉛竹と鳥の糞。じゃあね、アールウルフに積んだ、ドッグシステムをエレファントに戻しましょう。ほんでもこことはおさらばじゃ。あのね、道中ね、まだ、探索しきれていなかったところがあったので、そこはね、ここまで来る道中で、再度ね、探索しておりました。じゃあね、新しい車をゲットしましたね。いや、だいぶ車も豊富になってきましたよ。何台あるんですか、今。ここにね、今6台でしょ。で、今ね、うろついている車、うろついている、連れ歩いている車が全部で4台。全部で10台。今10台の車が揃いましたね。全部で何台あるんだろう、車。とりあえず洗車していきましょう。そんで、まあ、ちょっとね、戦車の種類も増えてきてるんですよね。ゲパルト、レオパルト、マンムート、エレファントってね、4種類の戦車が出てきたんで、まあ、そろそろね、どれか新しい戦車にね、乗り換えていきたいなとは思ってるんですけど、そろそろ、これもそろそろなんですが、ちょっとね、次の街をね、そろそろ目指していきたいなと思っていて、その新しい街にもし改造屋があれば、ちょっとそこで改造していきたいなと。今ね、イスラポルトが、鉄の穴があって一番解像度が高いんだけど、さらにね、改造できる場所が多分あるんじゃないかなと思ってるんですよね。それがモロポコだと思ってたんだけど、どうやらモロポコでは改造ができないようなので、残念ながらね。なので、ちょっと次にたどり着ける、なんていう街だったっけな。地図のね、南側。まだ黒塗りになっているところですね。あそこの街にね、ちょっと期待をしているんですよね。まあ、なので、ちょっとそろそろ次の街に向かっていきたいという感じです。ちょっと補充してから向かいましょう。あそこはどうやって行けばいいんだろうな。船で行けるのかな？それとも、モロポコ。モロポコから西の方にね、進んでいけるようなんですよ。ちょっとモロポコから攻めてみようかな。若干ね、敵が強いんだよな、あの辺。結構ね、今回探索に時間を要しているんで、動画の尺的にはね、収まるんじゃないかな。今時点でちょうどね、30分ぐらい経過しているんですけど、まあ、ギュッてしたらね、多分動画の尺はそれほどでもないと思うので、まあ、できれば今回のパートで次の街にたどり着いていけたらなという感じですね。
パートタイムゾンビ、なんだそれ。パートタイムゾンビ、パートのゾンビなんているんですか。パートタイムゾンビ、よくわかんないよなこの世界観な。メタルマックスの世界観独特すぎるんですわ。以前ね、ちょっとこの辺まではね、ブラブラしに来たことはあったんですよね。ただね、ちょっと本当に敵が強くて、なんだここ。なんか見つけてしまったぞ。何ここ、ゲートが閉まってる。あ、ドア開けていけるんだ。あ、この奥にあるのかな。え、どうなんですか。なんだこのゲートは。これなんていう場所。北ゲートだって。南に入っていきますか。じゃあ北ゲートから南に行ける。まずね、一直線にあの街を目指していきたいよな。探索は一旦置いといて。敵除けスプレーがすげえ勢いでなくな、な、なに、なに、なにここ。これなに？え、なんか爆撃されてるんだけど。この砂漠危険じゃね？ロンメルゴーストじゃなくてなんだっけ？なんか、ショーキングリがいますよね、戦車の。この辺にいるのかな？いや、なかなか敵が強えぞ。こいつら、電撃系の攻撃してきやがる。パーツが破壊されてしまうわ。さっさと片付けよ、こいつら。危険すぎるわ。やっとか。いや、すげえ硬え。この超電磁戦車。超電磁戦車。いや、パーツ破壊されてしまうって。こんな電撃浴びせられたら。倒せた。経験値、お金ともに高いな。ちょっと修理しておこう。あ、大破してる。大破はね、大破修理で直せるから、スカイウォッチが壊されたのか。修理されました。よかった。いや、なんだこの爆撃。え、待って。この辺に街があるはず。え、どこにあんの？え、どこにあんの街。なんだこりゃ。転がされているぞ。神風ボムが。すげえ光景だな。世も末だなという感じですね、これね。飛ばしてくるんだ。いや、ダメージがえぐいんだけど。強いぞ、この辺のモンスター。ハイテクスクラップだって、なんか新しいアイテム、廃材、手に入れましたね。いや、待って、これどうなってんの？あ、痛えな。爆撃されるわ。これ街どこにあるんすか？ここね、ここ何？断崖になってるよ。断崖になってるけど、これどこに街があるんすか？一直線に街に行けると思ったらいけねえし。マジこっちじゃないのかな？どうなってんすか、ここ。いやー、しんどいぞ、これ。敵強いんだ、この辺。ほら、電撃やめろ、お前。電撃撃つんじゃねえ。これ街の入り口どっか別にあるってことなんですかね。断崖にね、印がついてるんだよな。断崖絶壁。どこかから地下に降りていって、この断崖に入っていけるみたいな感じなのかな。全然わかんないけど。いや、この爆撃はどこから受けてるんですかね。いや、入り口がわかんねえ。どうなってんの、マジで。待って、何ここ。あ、何、入れないんだな。待って、街の入り口が見つけられませんね、これね。結構ダメージ受けてんのか。あ、まあ、そこそこダメージ受けてるな。こういうのを壊せばいいというわけではないのかな。あ、なんかね、手法、なんて言うんですか、これ、奇獣というか、なんていうか、砲台か。砲台がいっぱいね、砂漠の中に転がってるんですけど、この砲台が撃ってきているのか。神風ギャル。神風ギャルというものが現れたぞ。倒していこう。キラキラしてるし。あ、自爆しやがった。神風ギャル。まあ、新しいモンスターが続々と出てきておりますね。強そう。なんか強そうなのがまた出てきたな。AT プロメテウスだって。新しいモンスターはね、できれば倒していきたいな。あ、なんだそれ。これなんだ？手前のでっかいやつは一体。あ、迎撃される。いや、痛えんだけど、すんげえ痛えんだけど。いや、迎撃されてしまうんだけど。砲弾が。あ、厄介すぎんだろ。クリティカルが出ればいいけどな。デビルミサイルとか効くかな。迎撃されるんだよな。ほら。あ、で、迎撃されるのすげえ困る。ちょっと待て。これ今までで最もしんどい戦いじゃないか。迎撃されるんだけど。やっと一体倒したよ。あ、逃げられた。
倒しきれなかったな。で、AT プロメテウスね。AT だから、まあ、迎撃性能があるモンスターだったんですね。強いな、この辺のモンスター。やべえ。この大地の裂け目の切れ目を探していこうか、じゃあ。どこから町に入れるんだ？ここは行き止まりなのか。こっち側からはいけなそうだな。マジわかんねえわ。なんか建物がある。なんだここ。埋もれたビル。ちょっと待って、埋もれたビル。ここにね、あれがあるな。ちょっとこれ開けていこうか。これで開くはず。オッケー。ニンドリル砲。なんだそれ。ニンドリル砲。まあいいや。ニンドリル。びっくりした。何かいるのかと思った。ここエンカウントするタイプだな。エンカウントするタイプなんだな。ちょっとね、やめておこう。あまり探索をね、している余力はないぞ、今。赤くなったな、ここ。ダンジョンなんだな。ここから下に行けないか、行けないんだな。この亀裂どうなってんの？そこが見えないんだけど。大地の爪痕というか、なんというか。あそこなんだ、どうなってんだ。なんか壮大なことになっていますね。まだ撃ってくんのかよ。で、ここからね、これ以上西には行けないぞ。困ったな、あの町にたどり着けないんだけど。どうやって行くの、あそこ。なんか見逃してるかな。いや、ここまで来るのも結構大変だったからさ。できればね、町にたどり着いて、ドッグシステムで飛べるようにしておきたいんだよな。トランスゴンが現れた。いやー、また戦いたくないフォルムをしているな。絶対強いでしょ、お前。逃げますわ。で、ここにね、キャンプ見つけました。何か情報得られないかな。俺たちはトレーダー。そしてここはトレーダーの秘密のキャンプさ。そうじゃなくてさ。ゴーンゴゴーゴ。あ、いらっしゃい。車用品店。ルドルフツインターボ。ルドルフツインターボ。スパイダーネット。機銃による迎撃を可能にした。反応速度の高い C ユニット。あ、迎撃用の C ユニットなんて売ってんだ。ニューのパック。あ、これさっきね、手に入れた。あれだね。C ユニット。いや、待って、走行体、タイルパック LL っていうのが出てる。ちょっと買っとこう。タイルパックもなくなってしまうわ。そんでね、まあ、ルドルフはいらないとして、ちょっとスパイダーネット、これちょっと買っておこうかな。わかんない。次の街でもしかしたら売ってるかもしれないし、売ってなかったらちょっとここまで買いに来るのしんどいので、2個ぐらい買っとこうか。お金がいっぱいあるからね。155mm スパルク。まあ、今つけてる手法より強いけど、手法自体使ってねえんだよな。どうしようかな。フリーズガン MC ストライカー。円範囲大。あ、強。DD ヒステリック。強。たっけ。48,000。敵全体に900。900で電撃属性ですね。MC ストライカー円範囲大。いや、強いなぁ。強いなぁ。まぁ、ちょっと一旦今は置いておこうか。まぁ、ちょっとね、ここにそういった武器が売っているということは覚えておこう。あのね、迎撃。こちらのミサイルが迎撃されてしまうという事態に陥っているので、今。それに対して何か対策を考えないといけないよな。で、なんかここから上に行けると思ったけど、特に何もないのか。うわ、困ったな、これ。どうしたらいいのか、マジでわからん。あそこの街にたどり着くために、何か別のルートで行く必要があるのかな。そうとしか思えないよな。なんかね、東の端っこにゲートがあったので、上側は北ゲートって書いてあったよね。だから東側からどうにかして、向かっていけるんじゃないかな。ちょっとモロポコに一回帰ろうか。ここまで頑張って、たどり着いたけど。ここからね、この南の方は全く探索してなかったのか。じゃあもしかしたらこっちから行けるのかもしれないですね。この辺探索したつもりでいました。この辺にね、確か東側ゲートがありましたよね。あれ多分東側ゲートなんじゃないかな。
ああ、南の砂漠ってこの辺か。この辺待って、賞金首がいるんじゃないか。危険だな。なんだ、スケボーゾンビ。サーフィンするゾンビがいたりね、スケボーするゾンビがいたり、いろいろいるんだな、本当にな。いろんな生き物がいますよ。多様性ってやつですよね。こっち側からね、大地の亀裂の反対側に、回れますね。こっち側からならいけるんじゃないのか？いけないのか？やっぱり。いけそうにないぞ。どうなってんすか、これ。またこれはゲートかな？開けていく感じ。オープン。ゲートを開けて、ここは南ゲートだな。南側なんですね。東側ゲートはあれどうなってんだろう。これまたじゃあ、修羅の国に入ってきてしまったんでしょうか。ん？こっち側に折り返して中に入っていける？どうなってんの、ここ。あんなところにある町が、あれ下に行けるんですか？どうやって行くの、これ。あの町どうやってたどり着けばいいんだ。これ下に降りていけるんですか？どうやって？どっかから降りられるのか？なんとかね、今回ほんと探索続きなんで、動画の尺が全然わかんない。測れていないんですけれども、あそこにたどり着くことはできるんでしょうか？そこから下に行けるっぽい。なんかあるぞ。これは町じゃないのか？デスクレスだって。デスクレス、これ町だな。待って、ここってドックシステムで飛べるのか？ああ、デスクレスっていうところが登録されました。町なんですね。あ、でも車でこの町にね、入っていくことができないよ。平和を愛する人のユートピア。デスクレスをご見学になりますか？興味あるな。ちょっとやめとこう。なんだそれ。自由と平等の街、デスクレスにようこそ。どうぞご見学ください。なんだ、すんげえ怪しい。元刑務所だからって偏見をお持ちなんでしょ？そんな人にこそぜひご覧いただきたいんですがね。なんだ、デスクレス。タンス。自由と平等の街、デスクレス特製の家具を販売しております。元囚人、現在は善良な市民が心を込めて作りました。ぜひお買い求めください。何があってんの？あ、インテリアショップね。この辺のタンスは全部インテリアってこと？こっち側に行けたりしないのか。なんだデスクレス。あれ、この街に荷物届けるって話じゃなかったっけ？この街を治めているのは、スカなんとかって可愛いお猿さんなんですって。え、スカンクスがいるんですか？ほんとここってパラダイスって感じ。スカンクスがいるの？息子のやつ、この街があまりに素晴らしいんで、出たくねえって寝かすんでさ。オイラにも街の中に入るように進めるんだけど、何せ元無所でしょ。やっぱりイメージが今一つですよ。元無所、元刑務所ね。これ入ったら出れなくなるとかじゃないだろうな。あ、一応転送装置もあるんだな。あ、待って、これ外側からあれ行けんのかな？これどうなってんだ？あ、いや、行けない。マップを見たときに、左下の入り口のところが今いる場所ですね。いや、どう見ても刑務所だな、これな。なんか一度入ったら出られない雰囲気がビンビンなんだけど。どうしよう。ちょっと、とりあえずね、ドックシステムでここにね、直ちに飛んでくることは可能なので、一旦それより気になっている。あれ？ここはゲートで閉まってるんだ。こっち側なんですよ、こっち側。目的地、どうなってんの、ここ。待って。ちょっと待って。荷物届けんのどこだっけ？あ、メルトタウンっていうところか。モロポコの、車装備屋で預かった荷物をメルトタウンっていう車装備屋に届ける。この先にあるのがメルトタウンなんだ。ここを多分進んでいかないと、メルトタウンにたどり着けないんじゃないかな。どうなんだ？結構な距離ありましたけど。何？来ちまったな、とんでもねえところに。軍艦サウルスが現れた。いや、勝てないでしょ、これ、どう考えても。あ、なんだよ、こいつ。ノーチェックな賞金首だけど、
知ってるんですよこいつ。あのメタルマックス2のね、あのキービジュアル的なね、賞金首ですよね。なんかパッケージとかでね、見たことがあるんですよこいつ。そんなやつがここで出てきてしまう。逃げよ逃げよ。戦う勇気はないわ今。あ、ここに出てくるんだ、軍艦サウルスって。あ、怖え怖え怖え。あ、ちょ、帰ろうぜ。もう帰ろうぜ。一旦ここから出て、あ、ダンジョンから出るっていうタイプじゃないんだ。街にそのまま飛べましたね。そうしましたらね、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにして、またね、続きは次回やっていきたいと思います。さっきのね、デスクルスっていうおそらく街かな。街？あれをね、あれ、あそこをね、次回探索していきたいかなと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。